皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。日本は大衆文化に多大な影響を与えており、発明大国と言われるほど多くの発明品を生み出してきました。普段何気なく使っているもの、人々の生活に欠かせないもの、生活を便利にしたものを羅列してみると、実は日本人が初めて発明したものだったとわかることは少なくありません。今回は海外のネット上で話題になっていた日本の発明品についてご紹介します。まずご紹介するのは、中国メディアのジンリートゥーティアオが掲載した記事です。世界を変えた日本の発明と称して、日常生活に密着している日本の代表的な発明品を挙げていました。中国メディアが取り上げていた日本の発明、一つ目は QR コード。今ではモバイル決済で使用されることが当たり前になっています。発明したのは日本人ですが、先に普及したのは中国であると言えるでしょう。二つ目は点字ブロック。中国でも一般的に知られており、設置されている場所もあります。しかし適切な設置方法が知られていないこと、大衆の理解度が低いことから、残念なことに実用的でないのが現状です。三つ目は味の素。中国人の食生活になくてはならないものになっています。日本人以上に活用していると言えるかもしれません。四つ目はカメラ付き携帯電話。現在ではごく当たり前に使われている不可欠のアイテムですが、発明された当時は画期的でした。携帯電話の常識を変えたと言っても過言ではないのです。他にも日本人が発明したものは数え切れないほど存在します。特に電子機器に関する発明品を挙げると枚挙にいとまがありません。例えば液晶テレビ、 CD プレイヤー、 CD ロム、DVD、デジタル一眼レフカメラ、IC レコーダー、カラオケ、3D プリンター、小型計算機、リチウムイオン電池、クォーツ時計、羽なし扇風機、炊飯器など。ここ数十年の間だけで、日本人は次々と新しい発明品を作り上げ、人々の生活を変えていったのです。特に炊飯器が登場するまでは、ご飯を炊くにはかまどと薪を使うしかなかったのですから、炊飯器がいかに大発明だったかということがわかるでしょう。また新幹線、ハイブリッド車などの乗り物、修正ペンや油性ボールペンと水性ボールペンのメリットを併せ持つゲルボールペンなどの文房具も日本の発明品です。これらはすべて中国でも使用されているものばかり。中国人も知らないうちに日本人の発明に頼った生活をしていたのです。上記で列挙した発明品はごく一部ですが、それだけで日本人による発明品の多さとその影響力を知ることができます。記事は以上のような内容となっていました。この記事を見た中国人ユーザーからは、日本に対しての称賛の声ばかりが寄せられていました。日本人が発明している間に、私たち中国人は真似をすることに忙しくなっていた。中国は世界最大の製造大国だけれど、その中国で作られているものは他人が発明したものばかりだったというコメントも見られました。世界中の誰もが知っているものが日本人によって生み出されてきました。日本人は人類の生活に大きな変化をもたらす発明を数多く発表してきたのです。特に現代人の日常生活に多大な影響を及ぼしたものが多いため、様々な海外サイトが日本の発明に関する記事を配信しています。以前アメリカのニュースチャンネル CNN でも特集記事を配信しており、カーナビや世界初の空母砲床などを紹介していました。次にご紹介するのは、国際機関世界経済フォーラムの投稿になります。題して、
世界を変えた日本の発明4選。一つずつ見ていきましょう。世界経済フォーラムの投稿。世界を変えた日本の発明。1、絵文字。1999年、栗田重隆氏が発明した絵文字。当時は12ピクセル ×12 ピクセルという非常にシンプルなものでしたが、言葉だけでは伝わらない気持ちやニュアンスを再現できるとして支持を受けました。以降、日本の携帯電話会社が次々と導入し、現在では世界のインターネット上の 92% が絵文字を利用しています。2、ウォークマン。1979年にソニーが発売した世界初のポータブルオーディオプレイヤー。それまでは1877年にエジソンが発明した蓄音機のほか、レコード、ラジオ、ジュークボックス、カセットプレイヤーなど据え置き型の機械で音楽を聴いていました。しかし、ウォークマンの登場で人々は音楽を外へ持ち運ぶことができるようになったのです。これは音楽の聴き方に関する世界的な革命と言えるでしょう。3、VHS。1956年にアメリカのアンペックス社がビデオテープレコーダーアンペックス VRX1000 を発売しましたが、非常に高い値段であったため、大衆向けではありませんでした。その後、1976年になって、研究を重ねた日本ビクター社、現在の JVC ケンウッドがビデオレコーダー HR3300 を発売。これは家庭用ビデオレコーダーの世界基準 VHS 規格を満たすものとして初めて生産されたタイプになります。VHS の登場によりテレビ番組を録画し、いつでも見返すことができるようになったのです。昨今の主流となっているストリーミングサービスに続く道を切り開いたと言えるでしょう。4、自撮り棒。1983年、発売されたばかりの小型カメラ向けにデザインしたエキステンダーを植田博氏が発明しました。特許出願もしましたが、撮影した写真の画質が非常に悪く、注目されることはありませんでした。しかし、昨今のスマートフォン文化の普及により、自撮り棒の需要は急上昇しています。その市場規模は、なんと7億7000万ドル。日本円に換算すると、約840億円です。この記事では、日常生活に根ざした発明品を紹介していました。日本の発明品は他にも多く存在しており、それらがコメント欄で挙げられています。また、これまでの日本の貢献に対しての称賛の声もたくさん寄せられていました。海外の反応。一番は、青色発光ダイオードだろう。光を次のステージに押し上げたんだから。もちろん他にも偉大な発明はあるけれど。アキラ・ヨシノ博士が他の二人の博士と共に、リチウムイオン電池の開発でノーベル賞を受賞されたね。スマホ、電気自動車、ノートパソコンに使われているわけだけど、もし電気を蓄える技術がなかったとしたら、僕たちが現代社会で生活を送ることは非常に難しい。リチウムイオン電池がこの世になかったら、携帯電子機器だって存在し得ないんだ。日本には他にもいろいろな発明品がある。多すぎて一つには絞れないでしょう。日本が発明してきたものを知ると、あの国の偉大さがよくわかる。数多くの偉大な発明をしてきた日本人に敬意を。偉大な発明を続けてきた日本は、天才たちの宝庫だ。日本の場合、自分たちの力だけで生み出してきたのがすごいと私は思う。日本人が作り出した勤勉な国民性も、一つの重要な発明の一種だと思うんだ。俺の中で日本といえば革新の国ってイメージだ。その上で流行を作り出すのが得意な人たちというイメージ。
もし人類が全て日本人だったら、私たちはすでに別の銀河に旅立てていたかもしれないね。1960年代のトランジスタラジオやカラーテレビ、1970年代から1980年代の家庭用電化製品、1990年代の半導体やコンピューターなど、日本のものづくりはかつて世界をリードしていました。多岐にわたる画期的な製品の中には、現在の世界標準となったものも多く残っています。日本人が古来より育んできた熟練の技、最先端の技術、そして繊細な作業に粘り強く取り組む勤勉さが結集したとも言える華々しい発明品たち。これらは世界のあらゆる世代に影響を与え、誰もが愛用したくなるようなアイテムへと成長しています。そして、ここまでご紹介してきたものの他にも、日本で生み出された発明品はたくさんあるのです。有名な発明品をさらに3つご紹介します。紹介されていなかった発明品。1. ノートパソコン。1982年、エプソンがノート型パソコン HC20 を発売しました。電池、マイクロプリンター、カセットテープレコーダーなど必要なシステムがすべて内蔵された上で重さが 1600g。 さらにはコードレスタイプだったので持ち運びのしやすさが人気を博しました。また液晶ディスプレイは見やすいサイズで、キーボードも打ちやすいタイプライター式を採用。まさに高機能なパソコンが A4 のコンパクトサイズに凝縮されていたのです。2. 乾電池。1857年に八井咲蔵氏が発明した乾電池。これまでの液体電池と違って炭素棒にパラフィンを含浸させたことで凍結の心配がなくなりました。しかし乾電池の初特許を取得したのはドイツのガスナーです。当時八井氏は世界に先駆けて乾電池を発明したものの、特許申請を工面することができなかったため、発明者として名を残すことができませんでした。その後、1888年にドイツのガスナーが電解液を石膏で固めた乾電池を作成したのです。八井氏は残念ながら世界初の特許を逃してしまいました。3. レトルトカレー。世界初のレトルト食品を発明した大塚食品。1968年、今も人気を博しているボンカレーが発売されました。キャッチフレーズは、3分温めるだけですぐ食べられる。保存性よりも簡便性を前面に押し出すことで、誰でも作れる手軽な食事をアピールしました。これをきっかけに、日本の食卓にインスタント食品が増えていきます。また牛肉の確保が難しい時代でありながら 100% 牛肉にこだわっていたのもポイントです。まとめ。改めて比べてみると、生活に欠かせない画期的な発明品が多く誕生していることがわかります。中には懐かしいと感じるものや意外に思えるものもあったのではないでしょうか。日本人が発明したものと考えると愛着が湧き、誇らしくも思えます。日本の技術や国民性は日本人が培ってきたもの、日本人が持つ勤勉さ、繊細さ、忍耐力を生かして、これからも日本発祥の発明品が次々と生まれてくるといいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。